漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて今回やっていきますのは新スタイル使ってみた動画。実装から結構時間が経ってしまいましたが新リズを使ってメガリスドラゴンレベル5を攻略していきたいと思います。それでは今回攻略していきますパーティーのご紹介。陣形はインペリアルクロス会。配置はこんな感じです。1番にオルレット。ステータスと装備はこんな感じです。2番にリズ。ステータスと装備はこんな感じです。水種を継承しております。3番にミニモニ。ステータスと装備はこんな感じです。両欄のワルツを継承しております。4番にシーレイ。ステータスと装備はこんな感じです。5番に黒様。ステータスと装備はこんな感じです。浸水の矢を継承しております。耐性は残打突熱量を盛るようにしております。漏れるならラインも盛りたいところです。とで思いましたが黒様の装飾品はスイートチャームの方が良かったです。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞ！リズが加入したことで耐久面がかなりアップ。これでメガリスドラゴンのどぎつい攻撃も楽に耐久できんじゃね？そんな風に考えていた時期が私にもありました。確かに耐久は楽になるんですが、まあ弓は攻略するために色々とお祈り要素が満載でございます。とりあえず思いつくだけでもこんな感じでございます。まず直接攻撃のタゲがしっかりミニモニに集まってくれること。できればミニモニのダメージカットと BP 回復が頻繁に発動してくれること。シーレイが3高級で攻撃した時 BP 回復後以上を多めに引けること。そしてこれが一番大事。黒様が上振れまくってくれること。これらの条件がある程度揃ってくれないとなかなかに攻略が厳しい感じでございます。さてさてもう始まってますが1ターン目。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは ODU 漏洩結界。ミニモニはプリティハート。シーレイは光子家電。黒様は浸水超級です。ミニモニは奇数ターンに両欄のワルツを使うために BP 温存でも良かったかなと思いました。続きまして2ターン目。オルレットは炎の矢プラス。リズは水流矢。ミニモニは両欄のワルツ。シーレイは3高級。黒様は浸水超級です。続きまして3ターン目。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズはミニモニにウォーターボール。ミニモニはプリティハート。シーレイは光子家電。黒様は浸水超級です。プリティハート使って次のターンに両欄のワルツを使用できるかという脳内脳みそ使って考えております。続きまして4ターン目。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは ODU 漏洩結界。ミニモニは両欄のワルツ。シーレイは3高級。黒様は浸水超級です。黒様の攻撃は最低保証ですか。3秒くらい浸水ってなってくれたらいいんですけどねー。まあ確率 50% じゃこんなもんでございますわな。がっつりでなくてもいいんで毎ターン5回くらい追撃し続けていただきたいものです。
おい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 、しっかりミニモに狙ってくれんと困りますがな。セフセフ。5ターン目、オルレットは炎の矢プラス、リズは水流矢、ミニモニはプリティハート、シーレイは光子家電、黒様はブルームレインです。シーレイの HP がちと微妙ですが大丈夫ってことにして黒様のブルームレインだけ使っておきます。追撃一回しかしてくれない時がマジなえますわ。6ターン目、3人で OD 連携。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは OD 流氷影結界。ミニモニは溶乱のワルツ。シーレイは3高級。黒様は浸水超級です。今回いい感じに追撃してくれておりますな。毎ターンずっとこの調子でおなしゃす。続きまして7ターン目、オルレットはバーティカルフレームアロー、リズは水流矢、ミニモニはプリティハート、シーレイは光子家電、黒様は浸水超級です。連携でネタバレしていくスタイル、もっと追撃してくれんと困りますがな。8ターン目、3人で OD 連携。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは流氷影結界。ミニモニは溶乱のワルツ。シーレイは3高級。黒様は浸水超級です。今回は追撃頑張ってくれてるみたいですな。さてさて次のターンから奇数ターンに強化解除。偶数ターンにはドラゴンウィングからのドラゴニックオーラぶっぱをしてくるパティーンでございます。9ターン目、オルレットは炎の矢プラス、リズはミニモニにウォーターボール、ミニモニはプリティハート、シーレイは光子家電、黒様は浸水超級です。確かウォーターボール使っても次のターンに流氷影結界が使えるかを確認してたかと思います。
お、さっきのターンに続いてこのターンも絶好調ですな。って言った途端に追撃やめるやつ。もうずっと黒様のターンでええんやで。続きまして10ターン目。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは ODU 漏洩結界。ミニモニは溶乱のワルツ。シーレイは3高級。黒様は浸水超級です。セフセフ、ドラゴンウィングがミニモニにヒットするまでドキドキが止まらない、そんな感じでございます。比較的平和なターンでございました。毎回こんな感じだといいんですけどねー。11ターン目、3人で OD 連携。オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは水流矢、ミニモニはプリティハート、シーレイは光子家電、黒様は浸水超級です。追撃3回ですか。まあ1回だけしかしないよりはいいですな。続きまして12ターン目、オルレットはバーティカルフレームアロー、リズは ODU 漏洩結界、ミニモニは溶乱のワルツ、シーレイは3高級、黒様は浸水超級です。セフセフ。13ターン目、オルレットは炎の矢プラス、リズはミニモニにウォーターボール、ミニモニは溶乱のワルツ、シーレイは光子家電、黒様は浸水超級です。溶乱のワルツ使って次のターンに BP 足りるか考えておる最中でございます。14ターン目、4人で OD 連携ぶっぱ、オルレットはバーティカルフレームアロー、
リズは有量 A 結界、ミニモニは溶卵のワルツ、シーレイは3高級、黒様は浸水超級です。セフセフ。続きまして15ターン目、オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは水流矢、ミニモニは通常攻撃、シーレイは光子家電、黒様は浸水超級です。シーレイの BP 回復がいい感じに発動してくれてるおかげでここまで2ターンサイクルで光子家電が使えてます。リズが毎ターン BP ばらまいてくれてるのも大きいですな。お、黒様めっちゃ頑張ってくれてますやん。セフセフ、鶴亀鶴亀、ここで回避が発動してくれてなかったら黒様の頑張りが無駄になるところだったかもですな。続きまして16ターン目、オルレットはバーティカルフレームアロー。リズは ODU 溶液結界、ミニモニは溶卵のワルツ、シーレイは3高級、黒様は浸水超級です。ここからぶちかましを使ってくるパティーンですな。無事に耐久できればいいのですが。黒様もいい感じに追撃してくれました。敵の残り HP は3割を切ったところですかね。このまま押し切りたいところでございます。リズの全品回避ナイス。黒様はギリ4桁もらいましたが、オルレットとシーレイが火ダメを3桁に抑えられてるのはでかいですな。続きまして17ターン目、ここからは安全かつ大胆に攻めたいところです。オルレットは慈愛の明かり、リズは水流矢、ミニモニは通常攻撃、シーレイは光子家電、黒様は OD 浸水超級です。18ターン目、3人で OD 連携、オルレットはバーティカルフレームアロー、リズは有量 A 結界、ミニモニは溶卵のワルツ、シーレイは3高級、黒様は浸水超級です。
またまたリズの天秤回避ナイス。今度は黒様もダメージ3桁に抑えられました。これはでかい、オルレットはもっとでかい。続きまして19ターン目、オルレットは慈愛の明かり、リズはシーレイにウォーターポール、ミニモニは溶岩のワルツ、シーレイは3高級、黒様は浸水供給です。ここでミニモニじゃなくてシーレイにウォーターポールを使ってるのは、誰かが倒れてもシーレイが生き残っていてくれれば、ダメブロでの万歳アタックでワンチャン押し切ることができるかもという意外とせこい手でございます。ただその倒れた誰かが黒様だった時は笑うしかないですな。20ターン目、4人で OD 連携ぶっぱ、オルレットは炎の矢プラス、リズは OD 流漏洩結界、ミニモニは溶岩のワルツ、シーレイは格子家電、黒様は浸水供給です。お、これは黒様の全力アタック炸裂でございますな。さああとはしっかり耐えてくれるだけですぞ。セフセフ。火ダメはそこまで痛くない感じ。あとはしっかりミニモニを狙ってくれれば。セフセフ。続きまして21ターン目、オルレットはバーティカルフレームアロー、リズは水流矢、ミニモニはプリティハート、シーレイは3高級、黒様はブルームレインです。22ターン目、3人で OD 連携、オルレットはバーティカルフレームアロー、リズは流氷泳結界、ミニモニは溶岩のワルツ、シーレイは格子家電、黒様は浸水供給です。よし、勝ったな、ガハハ。
あとは全力でメガリスドラゴンをしばき上げて終了です。てな感じでリズを使ってみましたが、耐久アップに OD での全体回復に味方一体に確率回避付与とターン終わりに回復で耐久の補充、さらに全スてバフに BP ばらまきとかなり有能でございました。これまで無理ゲーに近いレベルだったメガリスドラゴンレベル5に勝つことができたのはリズのおかげでございます。まあリズ一人の力というわけではないですけどね。現登場では長きにわたってレギュラーとして、高難度クエストでも超有能サポーターとしてしばらく活躍してくれるでしょう。以上、メガリスドラゴンレベル5で新リズを使ってみた動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。